今日はよろしくお願いいたします。ではこちらの方にお帰りください、はい、機械がね、はい、あの未来的なあの、ね、未来な感じで並んでおりますが、はい、まずこれを、受けるためにはこうカウンセリングみたいなのが必要だったので、まず説明を。それではカプセルのご説明を簡単に最初にしたいと思います、はい。人は全身の 90% が毛細血管であり、はいはい、脳や腎臓、肝臓、皮膚などは毛細血管の塊です、はい、で酸素カプセル内の気圧を上げることによりその細く小さな毛細血管を通りやすくする溶解型酸素が増えます。溶解型酸素、はい、で効率よく体の各臓器に酸素を供給することができます、はい、疲労回復、美肌、ダイエット、マッサージ効果の持続、怪我の回復の手助け、集中力アップ、リオロジー効果、二日酔い予防回復、生活習慣病の予防、視力向上効果、こんなにたくさんの効果があるんですね。二日酔いにも効くってことですね。そうなんですよね。これは本当にすごいですよ。本当に。はい。もうあ、皆さんなんかそういう時はやられてるんですか、自分でね。そうですね、もう飲み会の前日にはカプセルみたいな前日でもいいですし、うん、二日酔いになってからでもあのカプセルに入っても全然間に合います、うん、悪酔いがしないってことですよ。肝臓機能を修復してくれます。あ、それで、はい、そのお酒に強くなる。そうです、ええ、今日はもうオーツサプリを飲んで、うん、今日はスタッフ全員集まってもう一人いるんですけど、うん、今晩飲み会なんです、うん、その前に準備したからですね。そうなんです、オーツサプリ明日はみんなカプセル入って左手の薬指、はい、左手の薬指、はい、薬指のこちらの毛細血管を見ていきたいと思います。へ、はい、こちらが綺麗な毛細血管、はい、それで生活環境の影響を受けて、はい、このような変形型の毛細血管が見られることがございます。それではあのですね、この中に入れてほしいんですが、この指、はい、それでですね、赤い線が上から見るとあると思うんですが、ちょうど甘皮の部分とこう並ぶように置いていただきたいんですが、こんな感じかな。それなんとかスコープってやつですか。そうですね、これ500倍、500倍500倍です。あ、そうですか、はい、いろんなとこ見たくなっちゃいますね。どこでも見れますね。本当にもう皮膚とか頭皮とか。怖いね、怖い怖い。それではゆっくりと私の方にもうちょっと指をゆっくりと入れていただいてもよろしいですか。ゆっくりお願いします。あ、出てきましたね。すごい、何これ。じゃあ止まっていただいてよろしいですか。え、こんなの見えるんだ。そうですね、やはりちょっとこう変形型ですねちょっとねくねくね。疲れ溜まってますか。そうかもしれないです、うん、あとこの血流の流れがこう見えるかも。見えますね、流れてるのが、はい、ちょっと、もっとピッとでして、はい、はい、そうですね、この感じを今ちょっと覚えていただいて、はい、カプセルに入った後もまた血流の方を、見たいと思います。それでどのような変化があるか見ていきたいと思います。はい、ですね、アイスのは頭を冷やした方がいいってことですか。中がですね、はい、ちょっと暖かくな、代謝が良くなりまして、あの熱くなる場合があるんですね、はい、じゃあスタートします。はい、はい、それではごゆっくりお休みください。はい、いかがですか。はい、したらあの何度もこう唾を飲み込む方法で。不安とかないですね、大丈夫です。あ、大丈夫です。来ましたエアが抜けますので、ちょっとどうぞやってみてください。はいはいはい、そのこまめにこうやっていくことによって気圧がどんどん落ちてきます。あの安全に入られて出入りができるということです、はい、減圧かけてもよろしいですか。はい、お疲れ様でした。お疲れ様。ゆっくり
持ちよかったわ。ああよかったです。なんか程よくなんか涼しいっていうのか、体がそうなるのかな。軽くなるでしょ。うん、もうねお家に欲しくなったっていうのは分かりますね。最近はまあ余談ですけどね、このカプセルを置いたところのマンションが随分出てる。これを部屋についてるんだ。10分以上すると大体あのこうもっとよりこう細かく入っていくっていうことで、一つコップのあの例で例えますと、コップがお水いっぱいになりましたら溢れますよね、はい、それと同じで 体にも満杯の状態になったらあとはもう溢れてるということなので、まあ、ある一定の時間ということになりますね。溢れるごとく酸素が溢れてるですね。まあ、ありがとうございます、よかった。いや気のせいかな、ちょっと軽いんだけど本当に。本当だ。そうですね。流れが先ほどよりも早い。早い早い。はい。カメラさん見てみますか。あ、じゃあカメラさん。カメラさんちょっと指。ボン。うん。ね、そうですね。はい。もうね。見えてきましたね。はい。やはりここら辺さっきも見ましたが、ちょっとこう八の字になってたり、そうですね。こちらも。疲れる。8の字ですよ。そうですね。はい、うん。やっぱりお疲れですね。お疲れですね。かなり。あ、そうですか。私はもう怪我のね、あの手術の手術をしましたから、はい、そのあの皮膚も綺麗になりますし、新傷というかね、手術の時の。で、あのあとはその術後も良くなりますから。それであの実は飲むあの酸素っていうのもね、はい、こちらであるっていうことで。はい、これは、酸素、純粋な酸素が妖怪型酸素が妖怪型酸素入ってます。小さな粒になって入ってます、はい、でその粒が、あの胃の中にこう、ねはい、入ることによって、はい、胃酸と綺麗とします。胃酸とぶつかって割れて、はい、そして酸素だけ細胞に運んでくれます 100%。 でこちら普通のアルカリイオン水なんですよ、はい、アルカリイオン水にあの水道水でも構いません、はい、あの飲み物はコーヒーでも、はいはい、あいいんですか、お茶でも何でもあの大丈夫なんです、はい、プッシュですね。で混ぜないでいただいて、そのまま混ぜなくていいんですか。そのままなんです。混ざるんですか、自然に。もう混ざるんです、大丈夫な、もう飲んでください。お味変わってません。なんかね、すっきりしてる。そうです、まろやかになってますでしょ、うんうん、水道水の中の酸素、うんね、酸素量が 7ppm なんですけど、はい、これは1万 ppm これの中にね、はい、が含まれてます、うん、そういうとちょっとお通じがね、はい、緩かった方が調子が良くなった、はい、それとかあとこれあの私は最初びっくりしたのは点眼してもいいって言うんですよ、こう直接、うん、それで現役をびっくりしたんですけど、うん、実際こうやってみたところ本当に、うん、あの目に関しては皆さんすっごくすっきりしたっていう方が多い、それからあと逆に先ほどお腹の緩い方がって言ってましたけど、便秘の方も逆に良くなって、ね、これからの時代はよりこう便利に、うん、あの酸素も持ち歩ける、うん、この状態のこの酸素は全く足りなくなってきちゃいました、うんうん、あの大気汚染いろんなことで、それでもう自らのこう健康、ね、管理を自分自身でしようというのが、例えばお時間のある方とかはこういったものをして、旅先あの出張が多い方とかはこういったものをこう、ね、持参しながら携帯しながら、そしてより健康にして、まああのね、過ごしたいという時代になってくると思いますので、それの先取りですね。うん。